あいつと一つ屋根の下暮らすようになって1週間、すれ違うたびに抱きしめたくなる。俺は生前鍛えられたおかげで本音を隠すのはお手のものだけど、そうでなかったらもうとっくにヤバい事態になってたろうな。だがそんな愛しさの裏側であいつに思いを告げていいものか迷う。もしかしたらあいつは俺のせいでそもそもお尋ね者の盗人が本気で女に惚れるなって話だよな。俺の手で幸せにしたかった。だがそれは叶わない。